はい。この子さ、全然最後割れるから卵なくならないけど、抜いた後で、多分こっちから棒でポンポンってやったらいけるけど。ああ。奥まで入っちゃうのね。なんか負けた気分。アンドゥ。トロは？四五オッケー。三までしか知らん。知らんよ、知らんよ、その先なんか知らんよ。チャンスフィーブです。ちょっと遠出をして HQ バンカーさんにやってきました。まずはウォーミングアップの無限復活ですね。ここのフィールドを知ってそうな人についていきますが、何かを落としたのですかさずカバーに入ります。ちなみにここのフィールド出会い頭になってしまった場合は両者ヒットというルールを設けています。ちなみに今この辺りかなり進んできましたね。もしかしてここは結構強いポジションかもしれませんね。と足音が。あれには耐えれませんでした。復活して再度先ほどの場所を目指します。ウンチさんに先を譲ります。出た。一人倒したのですかさず進みますが、まずいところに敵がいます。右にも敵が見えたので行くしかない。足奥一人いけるわ。早送り中復活して左に行ったところをすぐやられてしまったので、フレチを誘ってリベンジしに行きます。先ほどはこの辺りでやられました。これはリベンジチャンス。よし、やった。そしてこのまま戦闘もなくタイムアップ。さっきさ、真ん中で行ってなくなかった俺ら。真ん中は攻めてないけど、次も同じルールですね。フィーブス考えました。右と左に分かれての戦闘が主だったので、案外真ん中はいけるんじゃないか、そんな作戦で行ってみたいと思います。当たったかな。1人や、1人。武器を変えてさっきやられた位置まで戻ってきました。今はこの辺り。またこの辺り。これは一気に攻め上がるチャンスですね。かなり前まで来ましたね。今この辺り。オーバーキルすみません。本人が思ってる以上に前線で、ここからバタバタします。左から敵が来てる気がしたので一旦下がりますが、次に前に出てみると、
そろそろコッキングする右腕がパンパンです。一旦角で休憩をします。3人いたので1人は後ろから回ってくるはず。そろそろ限界が近いです。この後復活しましたが、何かする前にタイムアップ。右腕パンパンです。次は殲滅戦。スタート1はこんな感じ。冬物はここにある櫓を目指して蹂躙したいと考えています。無事目的の櫓まで入れました。とととと。ここでざーっと見回して敵がいなくなったなぁと思っています。左の矢倉取ってるからね。味方に2階から敵が見えないことを伝達します。クリアンスと目線を外したその直後、入ったー。完全室内なのに入り組んでいて、ここ結構浮遊物好きかもしれません。